般でも大体1年から1年半ぐらいで、親子に分けることがあるんですね。でその理由は、さっき、言った通りなんですけども、何でしょう、離乳を早くすることによる利点、まあトレーニング面ではトレーニングしやすいってなりますよね。獣医面では体操本来は行かない。確かにそうですね。野生のイルカの場合はそうかもしれません。だからもう進化のイルカはちょっとよくわかんないですね。はい。ただ近いところついてる、つまり授乳をしなくなるということの利点。まだ、まあそれもありますよね。ただ母親のエネルギーは魚をあげればいいからね。どういうものか。で何かっていうと、まあ、薬ですよね。薬、親に対してもあげれるし、子供がご飯食べてると子供にもあげれるし。ってなると健康管理はしやすくなりますよね。でトレーニングができるってことは、さっき主要師が説明したと思うんですけども、健康管理ができる、つまり、先ほどの採血もできるようになる可能性がある、ゲートもできる、体重検査もできる、体重計算もできる。